北朝鮮北東部チョンジン市。私は北朝鮮の一国民だが、その身分もあと少しで捨てることとなる。今回は私が北朝鮮から日本に脱獄した話を紹介していこう。ネタザンマイ、ネタザンマイ。私の生活。我が家は世代を超えて国に仕えてきた。祖父は長きにわたり軍事境界線の未来監視官として働いていた。父も高校を卒業した17歳の時に軍に入隊し、10年間国に仕えた。二人とも軍で働き、国に仕えることに誇りを持っていた。しかし弟は対照的で、幼い頃から頑固で向こう見ずな性格だった。密輸された韓国の映画に影響されたのかもしれない。彼は常に、外の世界にはいろいろなものがあるんだと言っていた。確かにそうかもしれない。学校では私たちは多くの時間を使って最高指導者について学んでいる。彼らはまるで不可能なことはない神のように描写されるのだ。いわく北朝鮮は戦争に勝利する。いわく我らがリーダーは負けを許さない。いわく我々は世界で最強の軍隊にならなければならない、などだった。しかし常に勝利を目指しているこの国の軍人は空腹に苦しんでいる。首都平壌の近くに住んでいた私たちはとりあえず3度の食事にありつけていた。その大半はジャガイモと米。これでもまだマシな方だ。何しろ地方の軍人たちはゴミを漁ったり配給を盗んだりしているのだ。上官たちはそれを止めるどころか、むしろ正当化していた。軍人たちは国を守っている。国民は彼らに貢献しなければならない。しかしこれはどう考えても変だ。私は何度も疑問に思った。これで本当に強いと言えるのだろうか。逮捕。高校を卒業した弟は大学進学を望んでいた。彼は成績が良かったが、将来のことについては意固地だった。僕は北朝鮮から逃げる。軍隊なんか行くもんか。彼は密輸された映画を見て、諸外国がそれほど悪者ではないと言った。またこの国よりもずっとマシで貧しい国ではないことを主張したのだ。もちろん私たちの父は弟がそんな話をするたびに叱った。そんなことを言っちゃいかん。壁に耳ありだぞ。弟はただ勉強がしたかった。好きな映画や好きな本が読みたかった。彼は自分の人生を自由に生きたかったのだろう。だが結果から言えば父の方が正しかった。壁に耳ありとは本当で、ある日警察が我が家に踏み込んできた。彼らは家中を捜索して弟の部屋から映画を押収。弟は反逆罪で逮捕され収容所へと送られてしまった。その後弟がどうなったのかはわからない。役人は弟は収容所から解放されたと言っているが、家には帰ってきていないのだ。一変。その後私は父から農村に追放されることになったと聞かされた。この国では罪人のレッテルを貼られて農村に移ると二度と都市部に戻ることはできない。私たちはこれから自給自足の生活を送ることになる。それは食料事情の悪い北朝鮮では死を意味するものだった。そのため私たちは知人の家などを転々として隠れて暮らすことにした。だが都市で暮らすための戸籍を取り戻すことはとても難しかった。行政機関や朝鮮労働党に賄賂を渡したが成果はゼロ。しかも悪いことは重なるもので、父が病死し私一人だけになった。この時私はもう限界だった。こうなったらこの国を出よう。決意。通常脱北するには北朝鮮と中国の国境を流れる川東満江を渡る。中国入国後は安全な家を転々としタイなどに飛び、最終的に韓国へと飛ぶのだ。
しかしそれにはお金がとてもかかる。中国国内も安全とは言えない。もし見つかると北朝鮮に送還され強制労働か収容所送りだ。そう、弟のように。だから私はできる限り自力で国外に出ることにした。私は北東部のチョンジン市に住む父の知人に船を出してくれるよう頼んだ。船に乗って沖まで出た後に泳いでいくというわけだ。失敗しても死ぬだけ、どうってことないわ。脱北。そして決行の日、私は漁船に乗り込みチョンジン市を出発した。その後3日かけて日本の海域に到達。本当にいいのかい？今ならまだ引き返せるぞ。ありがとうございます。でも行ってきます。私は空のポリタンクに捕まって海に飛び込んだ。この時時刻は夜9時、真っ暗だ。私は遠くに見える灯台の光を頼りに夢中で泳ぎ続けた。7月とはいえずっと泳いでると感覚がなくなってくる。やがて空が明るくなってきた。そろそろ夜明けだ。もう体は限界を迎えているが、ここで力尽きたら万事が終わり。そして午前6時ごろ、私は陸地に到着した。ここは本当に日本なの？おい、人だ！人が倒れてるぞ！そしてその後、私の身柄は地元の警察に引き取られた。ここは山口県の仙崎港という場所らしい。私は脱北の意思があると言い保護を求めた。私はこれからどうなるのだろう。何気なくテレビを見ていると、どうやら政治家が総理大臣を批判しているようだった。北朝鮮では絶対にありえない光景だ。私がこれからどうなるのか、はっきり言って不安だらけだ。違う国で人生をやり直すのは簡単ではないが、やるしかない。少し前まで私は弟の主張がよくわからなかった。しかし今だったら理解していくことができるかもしれない。